心配せずとも警察層に一切危険はない。趙雲が外側、僕が内側を見張っているから何も問題は起きないだろう。ええ、私の調査にも進展があったわ。もう行動を起こすのかい？一緒に行動しようぜ。旅人パイモン、ちょうどいい時に来てくれたわね。ここ最近いろいろと捜査をして、砲塔団に関する手がかりを見つけたわ。車輪の痕跡に加え、花火を放送していた紙くずを路上で少し見つけたの。その手がかりをたどっていくことで、失われた貨物は見つけたけど、砲塔団のメンバーはいなかった。逃げるというより油断していたようね。あそこは彼らが盗品を置く拠点だと思う。彼らはその場所が見つからないと過信し、見張りを手配しなかったのでしょう。そこには花火が大量にあったわ。多分警察層の分だけじゃないわね。他の場所に設置した花火も盗み、全てそこに置いているのでしょう。警察層に駐在していた戦艦軍に総務士への報告を頼んだわ。すぐに総務士が人員を招集し、その場所を中心に捜査を展開する予定よ。戦艦軍に知らせたんなら国政が直接行かなくてもいいんじゃないか？砲塔団はいつも狡猾よ。遊撃隊は他に配置している可能性があるわ。もし彼らが異変を察知して花火を他の場所へ運べば、手がかりは途絶えてしまう。だからきちんと目を光らせておかないと。もしかしてお前、相手の数が多くなかったら自分一人でそいつらを倒しに行くつもりじゃないよな？そんな無謀な方法は私のやり方じゃないわよ。私はただ偵察の仕事をするだけ。でも今は君たちの助けがあるし、その考えも決して無理じゃないでしょうね。おいおい、本気かよ。ええ、では早速出発しましょう。行こう。時間は賊の対処にはくれぐれも気をつけてくれ。あの砲塔団は花火を確認するために戻ってきたようね。二人とも隠れて、ここで様子を見ましょう。おかしら、花火はこれぐらいで足りますかね？何言ってんだ、こんなんで足りるわけないだろ。しかしおかしら、花火をこれ以上用意するには城内に行って盗むしかないですよ。だったら光らなくてもいい。音が出るものを用意しろ。確か爆竹と言ったか、あれを持ってこい。俺たちの目標はできる限り大きな騒ぎを起こすことだ。全ての戦艦軍の注意を引けば野郎どもも行動しやすくなる。分かったか？分かりやした。お頭は本当に頭がいいっすね。今回こそはがっぽり稼げますよ。しかしお頭、野郎どもがみんな出払ってる今、ここに残った人数じゃちょっと心もとないんじゃないですか？その点は心配すんな。怪盗祭ではいろんな催しがある。戦艦軍は今頃忙しくしてることだろう。
ここに来ることは絶対にない。おい野郎ども、気を引き締めろ。あともう少し品を手に入れたらそろそろ。お頭、お頭、大変だ。どうした？情報が漏れたみたいだ。千眼軍がもうそこまで来てる。それに俺たちが置いた見張りも全部捕まっちまった。仲間が花火に火をつけて千眼軍をかく乱してなかったら多分俺も捕まってた。お頭、早く逃げましょう。千眼軍がどうして情報を、しかもこんなに早く。くそ、今はそんなこと考えてる場合じゃない。花火はここに置いてく。逃げることを優先しろ。俺たちが捕まらない限りまだ計画は終わっちゃいねえ。どうやら私たちの出番のようね。ああ、行こうぜ。武器を捨てて両手を上げなさい。くそ、邪魔をしやがって。今すぐこの刀で。何？お前は幽閉国勢。ふん、私を見て止まるということは少しは物分かりがいいよね。もう一度言うわ。武器を捨てて両手を上げなさい。まさかこんな人里離れたところで幽閉に出くわすとは。おとなしくしていればいいものを。幽閉の手で裁かれるとは、しょうがねえ。じゃあ私の質問に答えてもらおうかしら。こんなにたくさんの花火を盗んで何を企んでいたの？俺たちはただ正直に言えば少しは罪が軽くなるわよ。わかった。この花火を俺たちは城内へこっそり運ぼうとしてたんだ。そして怪盗祭が開催されたらそれに火をつける予定だった。花火は強い光を放ち爆音を響かせる。だから火をつければ騒ぎが起こるだろう。その隙に城内に入って人稼ぎしようとしてたんだ。だが数がまだ足りなかったから。だから。そうなら君たちは複数の小隊を配置して花火を盗んでいたのね。そうだ。もともとは大勢で盗みに行かせてたが、そのうちの一人が飛雲商会に捕まって幹部に連れてかれたと聞いてな。おかしいと思ったんだ。飛雲商会とは何の関係もないはず。それに俺たちが盗んでたのは幹部のもんだったわけだし。いや、とにかくあの捕まったやつが全て吐くんじゃねえかって心配してたんだ。まさかそのタイミングでお前に捕まっちまうとは。さっきお前たちの仲間が千眼軍も来てるって言ってたよな。そうだ、なぜか知らないが千眼軍も俺たちの見張りの情報を事前に知ってたようだ。奴らはこっそりと見張りをほとんど無力化した。その情報を途中で掴んでなかったら俺たちも捕まってただろう。今もう捕まってるだろ。それはどうやら千眼軍は以前捕らえた砲塔団の口を割ったようね。この近くにも砲塔団の残党がいるかもしれないわ。安全のため場所を変えましょう。旅人、この砲塔団たちを警察層にいる千眼軍のところまで連れて行ってくれる？私はもう少し調べてから合流するわ。ええ、君もね。警察層で会いましょう。
これがこちらで用意できる最後の花火。これ以上問題が起こらないといいのですが。安心してください。もうすぐ幽変様が直々に問題を解決してくれます。私たちもここで見張りをしていますし、何も起こらないでしょう。ああ、その通り。おや、旅人戻ってきたのか。後ろにいる二人はもしかして。敵陣に深く入り込むのは実に危険な行為だ。僕も一緒に行っていれば。そう言うな。旅人の実力は僕たちも分かっているだろう。しかしどうやら僕たちは知らない間に事件解決への手柄を立てていたようだ。そうだぞ、さすがだな。つまり義経の道とは元より天地の間に存在し、機会があればおのずと訪れるというわけだ。お前らがお前らが花火を盗んだのか。許せん。落ち着いてください。とにかく犯人は無事捕まりました。旅人さん、ありがとうございます。しかし国政様は一緒ではないのでしょうか。国政は他にも放蕩団がいないか心配して辺りを調べてるんだ。そうだったんですね。さすが国政様、抜かりありません。先ほども追加で千貫軍の応援が来ていました。多分総務士の手配でしょう。聞いたところ逃亡していた砲塔団をほとんど捕らえたようです。これで少しは安心できますね。こちらの砲塔団の方は私たちにお任せください。城内へ連れて行き、彼らの仲間と同じように裁きを与えます。これで事件は解決したようだ。残って花火を見たいのは山々だが、もう行かなくては。もう日雲商会に戻るのか。まだ仕事が残ってるのか、ゆくあき。祭り期間中はやるべきことがたくさんある。だが心配はしないでくれ。使用人たちも一緒に手伝ってくれるし、最悪趙雲にも手伝ってもらおうと思っている。まだ手伝わないといけないのか。友としてそれくらい当然じゃないか。遊ぶのはやるべきことが終わってからだ。この道理は君もわかるだろう。まあ断りはしないが。まさに大勢で薪を拾えば焚き火の火は高くなるだ。この言葉と同じように、適切な人に仕事を任せれば何も問題はないというわけさ。明らかに口のうまい奴が他人に仕事を任せているようにしか思えないんだが。まあ細かいことは気にするな。終わったら僕が何かおごるからさ。では僕たちは先に失礼するよ、旅人。そういえば旅人さん、国政様がいつお戻りになられるかご存知でしょうか。警察層へと運んだ新たな花火ですが、数に限りがありまして足りるかどうか不安なんです。俗に盗まれた花火を取り戻せるといいのですが。